おはようございます。おときゅうです。高尾駅におります。3、4番線東京寄りには天狗の石像があります。通勤時間帯、ものすごい本数が走る中央快速線と甲府方面の近郊型列車の境界高尾駅は2面4線で着発をこなしています。近郊型には211系が使われ、最長松本行きの表示がここで見れます。523M はセミクロスシート車のトップナンバーが使われています。2番線からは 704H が出ていき、1番線には引き上げ線から 770T が入線しています。そして4番線の外側の通過線をあずさ1号が通過していきます。高尾駅を通過する列車は上りは2番線、下りは通過専用線で通過していきます。通勤時間帯の高尾駅は列車のいろいろな動きが見れて楽しいですね。はい、今日全区間乗車する列車は高尾8時5分発快速 896T 東京行きになります。この列車は改札口にぶつかる東端式の1番線から発車します。1番線は東京方面へ折り返しする列車のみ使用します。中央快速線では新宿駅を7時30分から9時30分に通過する列車の1号車は女性専用席となります。微妙な時間に乗ると新宿通過時間が気になりますが、ホームや車内で案内がありますので間違えることはありません。1番線ホームの東京より端に来ました。1番線ホームはだいぶ東京寄りに突き出てますね。まもなく 896T が入線してきます。896T は7時59分着 697T の折り返しになります。97T は209系1000番台が限定で運用されています。今日はこの209系で東京まで乗ることが全区間乗車の目的です。209系が検査などで離脱する日は E233系で運用される日もありますが、今日は209系が来ました。209系は2編成あり、限定運用は2つあります。高尾を試乗着する運用は平日のみとなります。97系運用で高尾発は8時5分発 896T のみとなります。もう一つの209系限定運用は99系です。こちらは高尾8時31分発と17時15分発の2本あります。ご存知の通り、中央快速線 E233系はグリーン車連結に向けてトイレの設置工事中です。工事に伴い E233系が不足するため、常磐観光線で運用していた209系1000番台を抜擢し、2019年3月16日から中央快速線で営業運転を開始しました。編成は T81 編成が使われました。私の大好きなトップナンバーですね。209系1000番台は豊田車両センターに所属しています。209系1000番台は千代田線直通規格で作られました。車体幅は 2800mm です。拡幅車でないためホームとの隙間がたくさんあるように感じます。快速東京駅です。途中中野までの各駅と新宿、四谷、お茶の水、神田に停まります。高尾を定刻に出ました。以前乗車した時はめちゃくちゃ混雑しましたが、今日はどうでしょうか。コロナ禍ですが列車は通常本数維持されています。高尾駅を出た2号車の車内です。スタートから以前より少ないように感じます。だいぶテレワークが進んでいるようです。209系1000番台の中央ドア間にある窓は1枚ガラスで開閉ができないようになっています。座席は青色系のモケットが使われています。西八王子に着きました。たくさんのお客様が乗り込みましたが、以前乗った時のように満席になることはありませんでした。
王子駅は降りる方もいらっしゃいます。2号車への乗車は西八王子駅よりも少なく、満席になることはありませんでした。以前の列車でしたら、発車している最中でも次の列車を待つお客様がホームに結構いたようなものですが、今回はそうでもありません。まもなく立川に着きます。立川に到着いたします。立川駅も乗車は大したことなく、少し立ち客が出た程度でした。国分寺駅では特急開示2号の通過待ちのため4分ほど停車します。以前は立ち客が多く、のんきに特急列車を撮影しに行くことなどできませんでしたが、今日は立ってる方も少なく、まだまだ国分寺駅では穏やかな車内です。三鷹駅も穏やかなものです。以前乗った時には反対側が見えないぐらい立ち客がいました。乗車を待っている方も少ないです。三鷹駅は乗降が多いため、1分ほどどの列車も停車時間がありますが、今日は乗降もすぐに終わり、発車まで待ちくたびれてしまう感じです。朝の通勤時間帯で三鷹を出た時に、ドアの向こう側の乗客が見れるのは初めてです。だいぶ今は空いていますね。次は高円寺です。中野に到着します。降りる準備をしている方はそれほどおりません。中野駅も乗降は多くありません。新宿駅に定刻に着きました。前回乗った時は大量の人がここでおりましたが、今日は静かなものです。新宿駅を出た車内です。もうほとんど立ってる人はおりません。駅改良中の御茶ノ水駅に到着します。神田川の上に工事用の足場を組んで行われています。この足場は2023年頃まで使用される予定です。お茶の水を出ると、もう立ってる人は誰もおりません。次は神田。女性専用車も、この車両だからといって特別混むことはありませんでした。神田を出て、次は終点東京です。テレワークが進んでいるようで、思ったより空いていました。東京駅は1番線に定刻に着きます。コロナが発生する前の中央快速線は各駅の乗降が非常に多く、東京駅の到着が遅れることはザラだったのですが、今日のように平常時の昼間と変わらないほどの乗降ですと定刻に走ってくれるものです。
中央快速線 E233系トイレ設置工事は2023年度末まで予定されています。それまでの間、209系1000番台は E233系0番台のダイソーで走り続けます。ですが209系1000番台はダイソーが終了した後は廃車される予定です。運用範囲は2019年3月に投入されて以降、東京高尾間のみです。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。